ほんまに自信なくて結構やみそうになったっていうのを覚えてるから、あとさ顔がシュッとするタイミングが今回早い。嫁にもろて完全に絶対いける。皆さんこんにちは、チャピさんでございます。今日はすっぴんでございますとか言っていつもすっぴんやねんけど、まあ今日はお風呂上がりなんですね。わりかし今日早いこと用事が済み、ほんでもう今日ずっと家や思って、もうお風呂入って前言うて5時ぐらいにお風呂入り、でご飯も食べの、洗濯も終わらせの、掃除も終わりの、編集も終わりの、今まだ8時やねんけどもうやることがないと思ってずっと携帯触ってたんです。見て、最近の私の趣味、インスタでずっと大会明けに食べるもん探してる。もういつもやねんけど、いつもさ大会終わって食べれる思ったらまたなんか減量始まって、いつもつっても、まあ一回やねんけど、マジで置いとこう。この話はもう話し出したらきりないもん。じゃあね、そうほんで携帯探しとって、違う探してはない、触っとって、もう落ち着いて。まあ、触ってて、まあ、YouTube の自分の動画を遡ってたんですよ。今ちょうど次の大会まで、まあ、あと2週間ぐらいということで、前のナバの2週間前私どんな生活してたっけなと思って動画を見てたんですね。で自分なりに前回のナバの大会と今回のレモンクラシックの大会の減量で体的にメンタル的に変わったなって思うことがいくつかあったので、それをちょっとお話ししていきたいなと思います。今日松葉行ってきました。まず6月に出たナバの大会、あれはナバのクラシックモデルに出るっていうのを4ヶ月5ヶ月前ぐらいにもう決心してから、4ヶ月間がっちりきっちりもうチートデーゼロの本格減量を始めたんですよ。で本当に何もかも初めてで、先週としてのボディメイクも初めてやし、減量っていうのも初めてやし、食事管理してもらうのとコーチをつけて食事管理をしてもらうのも、パーソナルトレーニングにずっと通うのも、あと有酸素を取り入れるっていうのも何にもかんにも初めて。その上 YouTube を始めてまだ半年ぐらいの時だったので、結構ねプレッシャーっていうか、もう何にもない真っさらの状態だったっていうのが結構大きかった気がする。初舞台やし初の挑戦やから、まあ、もちろんカンスケさんコーチの話であったり、クラシックモデルに出たことある方の選手のお話を聞いたり、で得た情報をその通りにシナリオ通りにとりあえず頑張ってみるっていうことしか私はできなかった。変に応用とかこれやったらいいんじゃないかみたいなのして自分にストレスになったり、本当に言われた通りやるっていうので、悪い意味で言えば結構常に制限か監視か管理か、自分のコントロールでやってたけど他の人の肩に自分がハマりに行っていたっていう感じ。あとは結構プレッシャーがあったっていうのも、自分で動画で6月のナバに出るにあたってっていう説明を、毎動画新しく新規で入ってくださる方もいらっしゃるので、それを、まあ、言うたびに自分で、まあ、こんなにたくさんの方に言ってるし、応援してくださるコメントもたくさんいただいてて、めちゃくちゃありがたいことに。だからこれでちゃんと成果が出なかったら舞台でこけちゃったり、大会当日までの調節だったり、急に挫折しちゃって無理ってなったりっていうので、恥さらしにならないようにっていうのですごいストレスになってたのもあるかもしれない。自分の動画を見てると結構本当に一人で過ごしてたんですけど、やっぱりこう YouTube で動画として発信していく上で、ピリピリしてるとかちょっと不機嫌なところって別に載せる必要ないから切るけど、例えばジムで使いたいマシンがあるのにずっと使えなかったら、ちょっとなんかもうなんでうまいこといかへんのってなったり、ちょっと出かけて食事の時間が30分遅れただけで、あやばい食事できないみたいな感じでちょっとピリついちゃったり、まあ、東京出張あったり外泊するっていうことが多かったから、ちょっとでも思うようにいかなかった時になんかもうわーってなっちゃってたのが今思い返せばあったなって思う。でね、なんか疲れてないですか、大丈夫ですかっていう DM もすごい多かったなと思います。でも、 もう毎朝カンスケさんに動画を送って、体重を送って、今のコンディションこんな感じ
で送ってたんですけど、自分的に毎日自分のこと見すぎて絞れてるかどうかもわからなかったし、毎日見てるから変化があんまりわからなかった。で、今見返したらもうほんまにめっちゃ違うなって思うけど、その時はもう何にもわからなかったですね。何週間前にどれぐらいのコンディションがいいのかとか、これはむくんでるな、むくんでないなとかがわからなくって、体重が 100g、200g 違うだけで、かんすけさんに昨日お味噌汁飲んじゃったから むくんでんのかなとか、昨日有酸素できんかったから 100g 増えてんのかなみたいな心配のラインをずっと送ってたけど、今思い返したら、いや 100g、200g は絶対脂肪じゃないから大丈夫みたいな。で、ちょっと余裕を持って考えれるようになった。そうで、コメントとかでなんかすごい変化してるとか絞れてきてるっていう嬉しいコメントもあったけど、中にはこんなガリガリの人どんな大会出んのとか、筋肉ないやんとか、なんかそういうネガティブに見える意見っていうのももちろんあって、やっぱり減量した体が万人に受けるものではないっていうのはもう分かってたけど、なんかそれが結構、不安になってできた時があって、それからもう大会当日の本当に舞台袖まで私ほんまに自信なくって、本気、これ結構本気やねんけど、ほんまになんかウォーキングもポージングも全然自信なくって、家の前の廊下一生ウォーキングしてたし、スタジオも2時間ぐらい自主練した時もあったし、でもほんまにステージ立って照明が自分に当たった瞬間、うわ今まで頑張ってきた分全部見せないとっていうスイッチでめっちゃ燃えてきて、やっとそこで自分らしくいようって思えたから、とにかくずっと不安やった。カラーリングとかパンプアップとかヘアメイクもそうやし、動画編集とか考えることが多くて、だから今動画見返した時にずっと一人で家おるかジムおるかのクリップしかなかったけど、ルーティーンを狂わせたくないから、出かけてご飯の時間が遅れたらどうしようとか、編集間に合わんかったらどうしようとか、ジムの時間と食事のタイミング合わんかったらどうしようとか、なんか結果引きこもってた。それがね、結構前回はほんまに頑張らんといかんなっていう減量やった。でそれに対して今回のレモンクラシックめちゃめちゃ元気で、まあ、っていうのもナバは究極な絞りがあってこその大会やから、ユウさんもそうもちろんやし、すごい何でも慎重にいかないといけなかったけど、今回のレモンクラシックに関してはナバで絞り切った体があるから、まあ、2ヶ月間調節したらいけるんちゃうかなっていう、ちょっと自分にはスタート地点が絞り切ってるところやったからまだ安心できたし、今回出るビキニの部門は絞り切った体は逆に評価対象外になっちゃって、女性らしい丸みであったり、もちろん筋量は必要やけど、健康的でブリンとした体が評価されるカテゴリーではあるから、前回ほど有酸素も入れてないけど、まあ一回減量で絞り切ってるから代謝を戻して筋肉量上げる必要があるから、炭水化物をちょっと増やしたり、でもその分元気やからトレーニング強度も上げれたり、なんか自分の筋肉の感覚全然違うんですよね。特に肩周りとハム、膝裏からお尻にかけてのこう筋みたいなところが結構出てくるようになって、まあ重量上げてトレーニングできてるっていうのもあるけど、なんかすごい調子がいいです。で、私がなんでトレーニング頑張れてるかっていうと、トレーニング後のオートミールのバナナスムージー、あれ私めっちゃ好きで、もう自分でレシピ考えたのに自分でめっちゃもうめちゃめちゃもう自己評価してんねんけど、あれはあのレシピはマジで正直言う神、マジでフラペチーノで、あれを毎日飲みたいから毎日トレーニングしてるっていうぐらい、なんかトレーニングしたくないな、しんどいなっていう時もあんねんけど、いやでもプロテイン飲みたいってなってトレーニング行くねんか、普通に考えて逆やねんけど、まあ今は結構食べれてるから元気ですね。で、元気な上にトレーニングのパフォーマンスも上がるし、筋肉も大きくなってきてくれてるから、なんかメンタル面でもめっちゃ楽。炭水化物の量が、まあ、ちょっとだけ増えたから、まあお腹減ることは一日ないから無駄につまむこともないし、まあ、なんならお腹減ってないけど食事の時間やから食べようみたいなことが多いですね最近は。で、前回の減量で私牛肉がすごい合ってるっていうのに気づいて、牛肉食べた後すっごい元気やし、やっぱ食べた感があるから、食べたからよし元気やっていうなんか勝手な錯覚も起こってるから、前は結構遅い段階で朝ごはんに牛肉を食べ出したけど、今は大会3週間前
から牛肉を朝ごはんに食べてます。あとオクラと海藻類が私便通にめっちゃよくって、まあもちろん食べ過ぎたらあかんねんけど、オクラは結構食べてるね。やっぱり食物繊維っていうのは大事、むくみだったり体幹もそう、なんかすっきりしないなっていう体幹もそうやけど、お腹の張り具合、今回はビキニでお腹が見えるからっていうのでも、やっぱり腸内環境は大事やから、積極的にその2つは私は合うなって思ってるから取り入れてます。あとはね、今回、まあ、チートっていうチートではないんやけど、まあ、減量がナバの4ヶ月間と終わってから2ヶ月間が立て続けでも半年間ずっと節制した減量食と減量のための PFC バランスでいっているから、やっぱり代謝が落ちるタイミングってあって、4ヶ月減量終わった後は、まあ、一旦自由に食べる期間が、まあ、4日間ぐらいあったけど、その後好きなように食べる日、まあ、言うたらチートデイを2回ぐらいして、でついこの間ユニバでチートミール1食だけハンバーガー食べたんですけど、それも代謝が落ちたからやるってよりかは、予定があってなおかつ今の体のコンディションが良かったから、じゃあ別に食べてもいいよっていう感じやったので、チートデイ本来の目的にやったんではなくて、まあ普通にメンタルケアみたいなところでやったので、まあそれは前回とはまた違うポイントかなとは思うけど、あのねバーガー食べた後もね全然むくまなくってコンディションもキープできてるので、まああれはあれでチートになったのかなと思ってます。で今メンタル面では、前回その一人の時間が多すぎて結構やみそうになってっていうのを覚えてるから、週に 3,4 回は、まあ、友達か家族に会うようにしてて、カメラに自分で喋って、で自分が喋ってるのを画面で編集して、まあ、フォロワー様から DM いただくのを返すのも画面上やし、まあ、外出かけるとしてもジムやし、ずっと一人のことが多かったから、やっぱりリアルで人と喋るのとか感情を外に出すっていうのはすごい大事やなと思った。学生時代の友達とか幼馴染とか家族ってもう何ら変わらず接してくれる。だから友達との時間を作るために、まあ、食事の時間もちろんスケジュール考えて、もしかしたらこの時間でご飯食べれへんかもしれへんからお弁当作って出とこうとか、家帰ってきてすぐ食べれるように準備しとこうとか、まあ、そういうタイムマネジメントも自分で結構計算できるようになったから、前回の減量を経験してから。だから、まあ、もちろん大会に出る選手としてボディメイクのことに関して発信してる人とはいえ、それが最優先になってしまうとやっぱりストレスになるし、逆にそういう方は少ないと思うから、あくまで自分の人生があって、でその一つの大会っていうものに向けていろいろそっちに合わせていくっていう方が元気にやっていけてる理由かなと思いました。めっちゃ髪サラサラちゃう、まあ、そんな話置いといてん。なんかめっちゃちゃんと喋っちゃった、ちゃんと喋っちゃったよね。まあそういうもんやねんけど、まあという感じで、前回のナバの大会と今回の減量で結構自分の中で変化があるなって思ったので、今日はやってみました。あとさ、顔がシュッとするタイミングが今回早い、思わへん？思わへん？あの前の減量の時の動画をちょっとだけ遡ってもらってたらわかると思うんですけど、私顔まん丸なのずっと。いやもうなんか確かになって思って、その時さなんか結構頑張ってんのになんで顔丸いって言われなあかんねんって思ったけど、確かに丸いのよ。でも今回顔シュッとするタイミングが早いっていうのもありの、今回は調子が良くって元気です。いや元気です、元気やねんで、私元気やねん、元気やで。クマとかね、肌荒れ気になりますねっていうね DM をちょくちょくいただくんですが、まあ肌荒れは誰にも起こる、みんなそうやん。え違う、ニキビとかできるし、普通にできひん人とかほんまにこれぐらいやし、私も肌荒れするから許して。クマに関しては、私はもう一生食べ物見てる、もう携帯のせい分かってんねん。最近あの蒸気でホットアイマスクして寝るようにしてんねんけどさ、そうするとさ秒で寝ちゃうから、ホットアイマスクのあったかいのを感じる前に寝ちゃうからもったいないなと思って、うん、本来そういうもんか。でもちゃんと寝てるので大丈夫ですよ。はい、ということでですね、あとレモンクラシックの大会まであと2週間ぐらいですが、引き続き元気に頑張っていきたいと思います。いや元気です。はい、ということでまたお次の動画でお会いしましょう。